こんにちは。今日はですね、時計を保管するケースについてのお話をしていこうと思います。とは言ってもですね、私はそんなに立派なケースは持ってません。ただですね、割とこだわって探したケースなのでお気に入りですね。仕事用とプライベート用とあるんですけども、同じケースを3個持ってます。こちらはですね、動画の後半で紹介したいと思います。このチャンネルでは主に時計に関する情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、時計がお好きな方はぜひチャンネル登録をお願いします。はい、というわけで今回のテーマ、時計の保管ケースなんですけども、一般的にはですね、時計の保管ケースといえば、5本入りとか10本入りとかのレザー張りだったり、木目調だったりして、で、上の蓋がガラスになってて、中の時計が見えるみたいな、そういったコレクションケースをお持ちの方が多いんじゃないかなと思います。そもそもですね、時計の保管ケースを持ってなくて、で、購入した時のブランドの純正の箱を使っているよっていうような方はですね、まあ、それはそれでいいんですけども、バイヤー的に申し上げますと、純正の箱っていうのは、やっぱり綺麗に置いておきたいところですね。というのもですね、まあ、割と業者の市場なんかでも、ヒンジの部分が壊れてたりだとか、あとは枕がボロボロになってたりとか、そういった感じで傷んでしまっている純正ボックスをよく見かけます。逆にですね、保存状態の良い純正のボックスは、ブランドにもよるんですけども、普通に箱だけで3万円とかで売買されてるんですね。まあ将来売る売らないは別としても、毎日開け閉めするような感じで、純正のボックスを使ってらっしゃるのであれば、これを機会に何か保管用のケースを探してみるのもいいんじゃないかなと思います。で、保管用のケースって本当にピンキリで、安いものだと3000円ぐらいからありますし、まあ上を見るとキリがないんですけどね、オーダー品で5万とか10万とかするものもあります。だいたい1万前後ですかね、それぐらい出せばそこそこ質の良いケースが買えるんじゃないかなと思います。で、そのケース選びで注意すべきポイントが2つありますね。まず1つ目がですね、時計同士の間隔ですね。あんまり考えられてないメーカーだと、時計を置く間隔が狭すぎて、リューズと横の時計のケースが当たっちゃうぐらい時計がこう詰め詰めに入るケースなんかがあるんですね。買ってからそれに気づいた方は、せっかく10本用を買ったのに、1個飛ばしにですね、こうやって置くしかないので、結局5本しか入れれないみたいな、そういった感じです。あとはもう一つ、時計の保管用のケース選びで注意するべき2つ目のポイントが、深さですね。時計をケースに入れた時に、時計の風防がケースのガラスの蓋に当たらないだけの深さがあるかっていう話です。当たり前の話なんですけど、なんでか浅いケースが多いんですよね。なのでガツガツ当たったりします。今申し上げた2点はですね、最低限意識して選ぶのをお勧めします。これら2点のポイントを押さえつつ、質感も良くて値段もそこそこ安いのは、こちらの入見商店さんのケースとかですかね。まあ私が紹介するまでもなく、楽天で1位とかなんですけど、3本入りで6000円ぐらいで、6本入りで1万円ぐらいですかね。まあ2,000〜3,000円のコレクションケースなんかもあるんですけど、そのあたりを買う前にぜひ一度ですね、こちらのケース見てみるといいんじゃないかなと思います。概要欄の方に参考の URL を貼っておきます。ただですね、私的にまだケースに求める条件っていうのがあって、それがですね、まず持ち運べること、つまりは持ち手がついてて、なおかつ衝撃に強いっていうことですね。なのでまあこの時点で私が求めてるのはコレクションケースではなくて、トラベルケースになるんですけどね。コレクションケースの方は基本的にはこう置いて楽しむものなので、持ち運びには適してません。まあ業者の市場で仕入れる時なんかはですね、もうケースっていうよりは何でもない普通のコロコロのキャリーバッグにプチプチとタッパーを10個ぐらい入れてあるので、まあそれで行くんですけども、それ以外のちょっと時計を運んでお店さんとか、まあお客さんに見せるとか、あとはその場で時計を預かるとか、そういう時に重宝する持ち運べるタイプっていうのが、私にとってはケースに求める条件の一つですね。そしてあとはなるべく目立たないこと。まあやっぱり時計はなんだかんだ言って高いんで、これ見よがしにですね、いかにも高い時計が入ってますよっていうようなケースを持ち運ぶのは避けたいところです。これら2つの私的に求める条件と、先ほどお話しした最低限注意すべきポイントの2つですね、感覚と深さ、これらを全て満たした私にとっての究極の時計ケースを今からご紹介します。ともたえぶるほどのものではないんですけどね。それがですね、こちらです。これはですね、3000円しないぐらいですね。安い割に結構使い勝手が良くて重宝しています。ちょっと中を開けますね。どうですかね、見えますかね。
こうファスナーになってて、開けるとこんな感じで、開けるとですね、時計が5本入りますね。上の蓋もですね、布張りで傷つきにくくなってますね。で、まあ見ての通り、この時計同士の間隔っていうのは結構広くて、条件を満たしてます。でまあこれは蓋が別にガラスってわけじゃないので、当たったところで気にしないんですけども、まあ高さ的にも十分ですね。こういった感じで、十分です。で、ちょっと1個外しますね。これ今1個外したんですけども、わかりますでしょうか？この枕の形こそが、この保管ケースの最大の特徴ですね。大抵の時計の保管ケースの枕っていうのは、円柱状というか、まあ、ただのこう、楕円の柱みたいな感じで、時計のこの横側はこう、守ってくれないですよね。まあ、ケースに入れて、ケース自体のこの、敷居で守られる感じです。それに対してですね、この、ちょっと変わった枕の形状、これはですね、もう枕自体が時計のこの、横を守ってくれてるんですね。面白いですよね。なので、まあ、こんな感じで横に置いてもいいわけです。あとはですね、まあ、ちょっと全部取ったりしてみますね。まあ、全部取りますと、こんな感じで、仕切りも何もなくて、まあ、新品の革ベルトが付いてる時計なんかをですね、運ぶときは、やっぱり新品の革ベルトって、お客さんに渡すまでは巻くっていうか、まあ、曲げたくないので、ここにですね、もうそのまま入れて、複数本あるときはそこにまあプチプチを引いてまた上に乗っけてみたいな感じで持ち運んだりしますかね。まあなんかこう一個だけ入れて、あとは別のもん入れたりとか。割とですね、本当に自由が利きます。あとは私、先ほども申し上げた通り、これはプライベート用なんですけども、同じものをあと仕事用で2つ持ってますんで、全部で3つですね。まあこういった感じですね。まあ訪問するお店さんに合わせて時計をこう、一個なんか違うものと入れ替えていくとか。まあそういったことも自由自在ですね。こういった感じです。はい、そういったわけでどうでしょうか。なかなかですね、まあ時計屋さん以外で時計を5本持ち運ぶ人って少ないとは思うんですけども、まあ別に家で時計をこうコレクションケースに入れて飾らなくても、もっと気軽に、でも傷つかないように保管できればいいよっていうような方には、割とですね、こちらおすすめです。はい、というわけで、今回は時計の保管用のケースについてお話ししてみました。他にもですね、おすすめのケースなんかがありましたら、ぜひコメント欄から教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。